皆さんこんにちは出席議員半数以上でありますこれより議事日程第6号により本日の会議を開きます日程1第135議案長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例の一部を改正する条例及び日程2第131号議案 長崎市立高島幼稚園条例の一部を改正する条例以上二件を一括議題といたします市長の説明を求めます市長提<長>案リーの説明の前に幼児教育・保育の無償化に係る条例の改正漏れがあったため 条例の追加提案となりましたことをお詫び申し上げますそれではただいま条定されました議案2件について提案理由をご説明いたします第135議案長崎市立認定子ども園長崎幼稚園条例の一部を改正する条例は子ども子育て支援法等の一部が改正され認定子ども園の預かり保育に係る施設等利用費が新たに支給されることに伴い 長崎市立認定こども園長崎幼稚園の預かり保育園に係る保育料と復職費を分けて定める必要があるのと関係条文の整理をするものでございます第131号議案長崎市立高島幼稚園条例の一部を改正する条例は子ども子育て支援法等の一部が改正され幼稚園の預かり保育に係る施設等利用費が新たに支給されることに伴い 長崎市立高島幼稚園の預かり保育にかかる保育料と復職費を分けて定める必要があるのと関係条文の整理をするものでございます以上で提案理由の説明を終わりますよろしくご審議のほどお願いいたしますこれより質疑を行います 31番、前熊正直議員あの。議案には直接関係はございませんが、市民の方に恥ずかしいという思いを持ってです、ね、ちょっと市長にお尋ねをいたします。あの議会としても、4、5年前から幾度となくです、ね、この不適、えー、事務処理の,あの不適切な処理、そしてまた、えー、手続き上のミス、 そういうことに関しまして、再三申し入れを行ってまいりました。にもかかわらず、また今回も同様な、このような問題が起きたわけですが、市長はこの現状を、市の職員の現状をどのように考えておられるか、また、仕事をするのも人、ミスをするのも人だと思います。要するに人材をきちんと育成しななければこのようなミスは また明日でも起こる可能性があるそこら辺も含めて市長どう考えておられるかご答弁をお願いいたします市長前川議員の質問にお答えいたしますまず今回幼児教育保育の無償化という大変重要な施策において条例の改正漏れがあり今日の時点での追加提案 議員ご指摘のように、これまでも議会から市民からの信頼回復に向けた取り組みなどの申し入れをいただき、長崎市として組織体制の強化、あるいは研修内容の見直しなど、さまざまな取り組みを行ってきている中で、今回の件を含めて、 適正をくく事務処理が続いていいてててることについては大変重く受け止めております特に今回の事案については職員の理解が不十分であったことにより解釈や判断に誤りがありまた組織内での情報共有も十分ではないという中で組織としての判断が遅れたという内容でありまして職員の基礎的な資質の向上などを主眼に充実を図ってきた研修の効果が発揮されていないと。 いうことでもあり、研修内容の見直しとさらなる強化を図る必要があるという,ふうに判断をしています。これまでも議案に関することについては十分な対応をしなければならないということで意識開発を意識啓発を行ってきたところですが、今回の事例を受けまして、特に重要な施策にあっては予算や条例など議会の議決が必要なものかどう。 必要なものがどう構成されるのか、事前に十分に協議することの意識づけを改めて私自ら職員に話す機会を設け、その徹底を図りたいと考えております。近年は人口減少ですとか、少子高齢化などの社会情勢の変化を受けて、国の方でもさまざまな制度改正が行われる状況になっています。 そういう意味では、今後ともこういった大規模な制度改正、続いていく可能性がありますので、今後ともこういった制度についての市民の皆様に、ご迷惑や不利益にならないようにということを第一に考え、その変化に対応できる人材育成の取り組みを進めていきたいというふうに考えております。以上でです。すす番、正議員。一一つね、ね、心配するんですよ。昨昨年昨年と、ね あの皆さんはえもう毎回毎議会ごとに気候改革をえなさった逆にこの気候改革はですね行政にさせられたという名のもとに気候改革をなさったことが縦割りが非常に進んで横断的な前兆的なですね署内のえ要するに組織統一ガバナンスが崩れてしまっているんじゃないかと。 いうような思いがあるんですけど、この組織改革について、市長は正しいと考えておられますか、どう考えておられるか、お聞かせください市長。組織機構のあり方については、時代が変化をしていく中で、行政課題、あるいは市民のニーズも変化をしていきます。 それにあのしっかりと対応してスピーディーにま的確に応えるということが市役所としての使命であり、それができる体制を作っていくということ、それから一方で効果的で効率的な組織のあり方を追求するという側面もあります。そういった意味で市民サービスの向上を図るという大きな命題のもとに、これまでも時代の変化に合わせた組織のあり方、体制のあり方というのを。 求めて見直しを図ってきているという状況にありますただあの組織のそういう機構と同時に当然それを動かすのは人でありますので、えー、人の先ほどの研修も含めました人の力を上げていくということまた、えー、組織としての連携も含めた力を上げていくと向上させていくということが必要になっていきますそういう意味ではあの体制を時代に合わせて見直す中でも常に 普段の努力で、そういう人の力、組織の力を上げて、市民の皆さんの期待に応えるようにしなければならないというふうに思っております。そういう意味ではあの、先ほど申し上げました研修の内容等も含めて、あるいは組織の会議等の在り方も含めて、しっかりと見直しをしながら、力を市民の皆さんの負託に応える力を持った市役所になるように、努力をしていきたいというふうに考えておりますす以上です質疑を終結いたします。 ただいま、具体となっております第130号議案及び第131号議案以上2件につきましてはお手元に配布いたしております議案審査付託表に記載のとおり教育公正委員会に付託いたします以上をもって本日の日程は全部終了いたしました次回の本会議は9月20日午前10時から開きます本日はこれをもって参加いたします 教育構成委員会は直ちに開会をお願いいたします。